格闘キャストへようこそ。僕の名前は直人です。です。今日のトピックは、Ryzen 大晦日メガイベント第14試合、スペシャルワンマッチ、ナスカワ天心 VS クマンドイペットジャンルンウィット。うん、First try!One take! このチャンネルは編集がないので、ちょっと、<laughs> <laughs> 頑張っていかないといけません。ナスカワ天心。まあ、ファミリータイムチャンネルで、 話しましたけれども、那須川天心が戦うとしたら、もちろん慶応勝ちです。ああ、そうなのでしょこの試合いやいや、いやいや、那須川天心の試合を考えると、もちろん勝つで多分慶応勝ち。まあ、最近の試合を見るとそうですよね。いや、ワンステップ、向こうに行きます。プルスオルトは行きますよ。那須川天心の試合だと、もちろん勝ちで絶対慶応勝ちで。うん 次はどんな技見せるのかまで行ったと思いますそこまで行ったよねそこまで行った <laughs> どうやって倒すのかっていうところまで行ってしまいました <laughs> <ん>なので、えー、那須川天心大みそが参戦となった時僕たちはそれですよ <laughs> どう倒すのかっていう <laughs> だからあのー、あまりあ那須川天心選手世界最強キックボクサーに申し訳ないんですけれどもなんか違う意味で 普通と違う意味で興味がなかった。うん。Yes. ということです。試合に興味がなかったね。うんうん。でも、クマンドイ選手、うん、シンジがいろいろ調べてくれた結果、<Yes. S 1> 強い。強い。で、いい戦いになる。になる。と思ってます。うん。そう。ということで、えと、ー、 クマンドエイ選手の実際のスキルやタフ,タフネスあら、一体どんな選手なのか、シンが説明してくれます。いや,いや、クマンドエイ選手の紹介ですね。うん、紹介ですね、まあ、最あ,とあとは勝敗予測。あ,あ勝敗予測、うん、そっか。最後に勝敗予測をしたいと思います。うん、クマンドエイの試合を見ると、まあ、一番最初に僕が思ったのは、パワフルです。で、強いです。 もう本当に硬いですね、いい意味で硬いです。はい、で、あのー、ストライカーなんですね、あ首相撲の選手じゃないです、逆に首相撲を嫌がる方だと思ってます。なんかロッタンに似てますね、<ら>ううロッタンに似てる、で、ロッタンに比べると、もうちょっと戦う距離が長いと思います、<う>レンジが 身長では同じなんですけれども、うん、距離が長いんです。で r、はい、で、ライゼンのホームページでは165センチって書いてありますね、身長が。はい、でも、それ、映像から確実に分かんないんですけども、それ以上あると思います。はい。うん。で、その上に、身長に比べるとリーチが長いと思います。はい。で、身長が、 165cm でリーチが 165cm っていうのもあります。はい。でも逆にレンジあリーチが短い方もあります。なるほど。で、でレインジが高い方もあ、長い方もあります。2>, 2つともなんか。で、クマンドイ選手は腕が長いですね。腕が長いです。はい、あの、これは一番いいあの例えは、サニー・リステンというボクサーなんです。はい。えっと、 ヘビー級チャンピオンであの、モハメダ・リーにベルトを奪われたんですけれども、ねはい、えとサニー・ルステンは 185cm の身長でリーチが 213cm やったんですからああカレーだ、ティスすごいやばいやつですよ、僕かなり好きなボクサーなんです。なんか あのちょっと話はそれますけれども、うん、サニー・リステンが一体どれくらいやばいやつだったのかっていう、あの、まあのまモハメラ・リーの動画作ってます。あ,あそうだ、ね、あでも見て、この腕の長さ。そうなの。そうなの、うん、これもサニー・リステン。それは違う違う人。でも、とりあえず身長とリーチの割合が変わるんですよね、はい、選手によって。年が分かんないんだよね。 サニー・レストンそう自分の年がわかんないそうそうだからヘビ級チャンピオンだった時はなんか一応。 そう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 ホ <laughs> <ど>本当はもっと年上って言われてたで、はい、モハメラ・リーと戦った時点で自分のピークがもう全然過ぎたってうあ噂なんですけれどもはいでも見てこの腕の長さそうモハメラ・リーは1 9 1ンチやってリーチが1 9 8ンチだったのだから身長はモハメラ・リーの方が高かったんですけどもリーチはサニー・リステンの方があったんです,すごい、ね、でサニー・リステンが の得意なテクニックはこのジャブだったんです。ああ<ー>。そ,それが有名だったんです。そのすごい硬い長いジャブを出すので、知られてました。このジャブですね。いや。今でもボクシングで、ジャブが一番上手い選手というと。サニーレステの名前がよく言われてます。わお。すごいね。うん。ね。そうそうそう。 でやっぱり距離が長い方がパンチにパワーがつくと思います。そうですね。うん、で、クマンドイ選手はリーチが長い。で、はい、パンチにパワーがあります。本当にパンチにパワーがあります。はいうん、で、パワーがあるし、ちょっとなんだろう、長く打ちますね。本当に長く打つのが特別だと思います。はい、スワキム選手もちょっと長いじゃん、リーチ。でも、ちょっと短いの。 思いっきり伸ばさないはいはいえっ、ー、とそうよくよく言われることですよその伸びてないとか伸びてるとかよく聞く単語だと思うんですけれども、うん、あの格闘技の解説とか、うん、いろいろ見ると、うん、それって一体どういう意味なのかっていうのは、ね、長い方がパワーがあるっていうことですうんうん、うん、そうとあとね相手も届かない長い方がうんそうなの、うん で、そのクマンドイ選手の得意なテクニックは、あ蹴りをもらってパンチを返す、はいそのカウンターがうまいです、特に左に対して。はい、左蹴り、左ですね、うん、左をもらって、右をバーンって伸ばします。はい で左膝にも合わせますね。はい。うん。でもう一つうまいのは、その左の蹴りか膝をもらう前に、左フックを同時に当てます。はい。タイミングがうまいです。この場合、このとこで、どっちがくまんどい青だよね。青,青。青、青。でも、ちょっとリーチ、あの、動画は流せないけど、うん、ちょっと見たい。一発違う、その、just a frame。Like、<ー>どれくらい長いか。

まあ那須川天心のスピードを考えると、多分ありえないと思うんですけど、同じ時にパンチを。うん、それはないです。多分もらって返すことができます。うん、でも、キックボクシングのテクニックですね。はいはい、もう一体のテクニックなんですけども、キックボクシングに使える技だと思います。はい、でね、うんあー、蹴りも重いです <laughs> <ー>で。一発一発が重いです。でもあの 残念ながら、ローをあんまり狙う選手じゃないですね。なるほど。もうちょっとミドルを蹴るタイプです。まあ、燃えたいですからね。でも、ローを狙おうとしても絶対できますよ。全部できるファイターと思う絶対思、うん、見えますうん。まあ、クマンドイ選手が強いのは、まあ、よくわかりました。でも,でも、パンチと蹴りが強いのが、 特別ですただ那須川天心ですよ。うんうん、っていうことになりますよね。うそうだね、そうなるよね。うん、で、やっぱり、あのー、判定で勝てないから、那須川天心は、まあ、もう魔法な、そこは魔法なパワーがついてますね。まあ、那須 <laughs> <laughs> 川天心が何て言うんでしょう、アウェーであっても判定で勝つことは難しいと思います。うん、うん、難しいよあまりにも 美しく戦うので本当に判定を奪,う奪い取るのはすごい難しいと思いますあのたとえ那須川天心が有名じゃなくてもそうなんだよねすごい綺麗に戦うから、はい、そこが問題なんですよでも熊本選手は蹴りでもパンチでも膝でも何を当て,当ててもダメージを与えることができます。うんうんうん で戦う距離がロッタン選手より長いからもうちょっと那須川天心もやりづらいところもあると思いますまあすっごくすっごく大ざっぱで分かりやすく言うとクマンドイ選手は今の説明聞くとロッタンとスワキムの間のもの、うん、って感じ、うんうん、<coughs> そうかもしれないですねそうかもしれないですただ体重がロッタンとスワキムより 軽い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 ああ<ー>だからその代わりスピードがもっとあるかもしれないわか,かんない、うん、それは試合で動い2人の動きを見ないと分かんないものなんですけれども、うんうん、一応2018年に 55kg のチャンピオンになってるのはいだから那須川天心ともよりちょっと小さいか同じぐらいのサイズを なのかなと思ってます。これ、ウェイトまだ発表されてないのウェイト発表されてない。うん、なるほど。でも、分、六五57かになるんじゃない ?57 か 58, 58か60でも。うん。でも、あのー、ネットでクマンドイ選手小さすぎるとかいろいろ言ってますけど、ナスカワ天使のベスト体重は55キロだって僕は思ってます。はい、だから、全然。 うん、普通なんじゃないはい、うん、サイズの問題はあんまりないと思いますはいであでも楽しみですね楽しみですで一つちょっと気になるのが熊ドイ選手最後戦ったのが11月7日なんですでその試合では<ー> TKO で負けました4ラウンドでこう肘でカットされて<ー>で確か左目の上 眉毛あたりだったね。はい、でもすごいでかいカットだった。で、眉毛ぐらいの長さのカット。それ1か月で治るの ?2 か月です、ねあ。2か月か。2, ヶ月 2> か月か。2か月もない。でもだから治らないの。治らないよね完。完璧には絶対治らない。だからそこでまあ運が良くてサウスポールで左でうん。<ー>でもなんかフックとかがもらう。 右服とかもらうとうん、うん、すぐ開いたら残念だねって思ってましたとあとカットある間練習とかね、うん、でちゃんとできなかったとかあ<ー>スパーリングとかあんまりそれ,それもそうなんですよねあると思いますね、うん、まあ向いたいですとなんていうのカットがある時なんかボクシングスパーなし蹴りだけでいこうとかできるけど、うん、やっぱりキックボクシングだとそういう練習してもあんまり ねえうん短いし3分3ラウンドだからそ,それも考えることです、うん、でもタイ人なのでもう,もう経験は試合感は失うのはないと思います、ねまあ、戦い方はもう分かってるっていう感じですね200戦もやるとうんもうなんかはいまた来ましたって感じそうだね ででも確かに短いの絶対短くて早い、うん、3分3ラウンド対、うん、人にとって、うん、そうそのルールに、まあ、キックボクシングルールはできるんだけどその3ラウンドの部分がちょっと難しいかもしれないで自分が3ラウンドでそのどれくらい、ね、のスピードで動くかどれくらい のもありますし相手がそれで慣れてるといつも戦ってきた5ラウンドの相手より早く動くわけじゃん向こうは3ラウンドに慣れてるからそうなのそこがいつもだからそのペースをつかむのがいつも難しいように見えるんですよタイ人にとっていつもそうなんですよねでも一人だけそれ当てはまらなかった選手がいるのブアカオブアカオは いや俺のペースの方がやばいでしょってむ <laughs> 逆に、うん、ね上を乗せたね、うん、自分のペースを、うん、そう,、まあ、うケリーケリーケリー確かにでもブアカオだけですよこの長い間、うん、まあブアカオだけ K1 に完全に転向したファイターじゃんなるほど他の選手は対決しやすい前ゲイオーもやってたけど、うん、ゲイオーも確かに、うん 確かに、KO もやりましたね。うんでクマンファイトスタイル的には絶対できるはず。なるほど。うん、パンチと蹴りがやばいもん。うん、うん、で、アドバンテージ、クマンドイ選手が持ってるアドバンテージとしたら、やっぱりパワーだね、フィジカルのパワー。うん。スカワ天心でも KO は難しいと思い,思います。なるほど。うん、だから、まあ、フィジカルのパワーっていうと、 出す方だけじゃなくて受ける方もねパワーがあるとなかなか仕留められないよね、うん、で熊イ選手も何か当てることができれば、うんうん、それはそれあそれが面白い見どころ見どころですね、うん、なんか当てることができればダメージ与えることができます那須川天心カットする確率でもかなり高いと思いますねとか 回し蹴り、なんかジャンピング膝で。うんうん、可能性あるよ。ね、特にもうそんな開いてたら。うん、あと、タイ人、どう回し蹴りなんか見たことないもん。そこがね、うん、そこだね。サプライズのアドバンテージはナスカー天心の方に行ってます。そうですね。うん、天心選手のアドバンテージ、スピード。スピード。あー まあ判定に行くと、まず勝つ勝つね延長もないです,<ー>ですよね延長もないといううん、うん、なんかアウェイ関係なく、もう普通にで、パ <laughs> パンパン,パン特に3ラウンドだったら、うん、あの、二ラウンド絶対勝つうんよね、二、うん、ラウンドは、うん、なので、それもありますし、スピード、あとそのピンポイントさうんうんうん and、まあ、パワーうんうん、うん、と、あと サプライズだね。うん、サプライズです。相手は3ラウンドに慣れてない。自分は速いし、見たことない技を出せる。天心選手しか出せない技を出せる。<laughs> そうですね、うん。ということですね。で、クマンドイ選手のアドバンテージ、パワー、フィジカル、タフネス、うん、経験、経験試合の数。うん、ああ、ね、その経験っていうのは。 難しいですよね説明するのは、うん、でもやっぱりなんていうのバーンって足蹴られてああ痛いってなってでも動揺しないわけ経験ある選手は、うん、でしょ、うん、パニックになんない何をするか分かってるそうで一番戦いやすい選手はパニックしてる選手 <laughs> まあそうだね、うん 勝手に相手が疲れてくれるもんただ立ってるだけでそれもあるし力んじゃうしいろいろ崩れていっちゃうんですよそれはやっぱり経験のなさにすごいつながるんじゃないかなと思いますねそれはまずないと熊んどい選手ないと思いますまずそれはないとあとね試合の数が多いのもいろいろな相手と戦ってきてる速い選手タフな選手 あね、その微妙な体のボディーレングウッジをい <laughs> の読み方それも経験に入りますね経験っていうとう、ね、有利なポイントって5個くらいあるのそれだけでうん、うん、ただの一つじゃなくて、うん、なんかスピードだけじゃないの経験でいうとバンバンいろいろなことがあるのでいろいろ、ね、ただ経験しかないでしょうとはあんまり言えないと思うね確かにそうです なので、熊イ選手はもう、フィジカルの強さと経験ですよ。うん、うん、打撃の、まあ、蹴りのスピードだけになると、熊イ選手が上じゃん。おお、そうですか。まあ、そうなると思いますよ。天心選手、蹴り。早いよ。早い,ね、早いけど、熊イ選手も早いよ。<laughs> パンチはやっぱりちょっと、まあ、大きいよね。日本人のキックボクサー、K1 ファイターに比べると。うん うん、でもタイミングがうまいしはい面白い試合になると思うんですけれどもやっぱりあのクマンドイ選手の方はなんか当てないとね<ー>当てにいかないと難しいと思います。はい、やっぱりカウンターを狙うのは難しいうん、と難しいですねカウンター狙いはだからロッタンのようにロッタンまでいかなくていいんですけどもちょっと押してないと。 勝てないいと思いますなるほどうんうんそうだね勝敗予測勝敗予測あー勝敗予測はなす川天心判定勝ち判定勝ち僕ね今想像し,してまあ適当なんですけどちょっと適当な、うん、適当な具体的な予測します適当な具体的 <laughs> クマンドイ選手の蹴り一瞬掴んで、蹴りの大技、うん、でカット。TKO。いいね。I think like 蹴り流して遠回しとかやると思う。<ー>で、カットすると思います。うん、その、なんていうのなんか漫画、その、お相手、か2ヶ月前左の上が、 カットされたらそこが弱いんだってそこを狙うぞって漫画の世界じゃん。<laughs> でしょ <laughs>、like、あまあそうだね。Like、映画のね、おーちっピーってなんかんで。でもそれを現実にするのが那須川天心の凄さだと思います。うん、なのでそれに期待して、蹴りを掴んで蹴りをな掴んでか流して、ドーマしかジャンピング分かんないけど何をするか。うん でもそれで那須川天心カットそこを同じとこをカットできると思っています。イエ、うん yes. いいじゃん、うん、いいんじゃい、うんこれって那須川天心の最後のキックボクシング試合になるのかなさあどうなんでしょういつまでキックボクシングやってるんだろう <laughs> この話もあのオフエアでねしましたねちょ <laughs> <laughs> いつまでやるんだろうって僕はあまあ たくさんのお金になんでのを言うのっていうことになりますよね。うんそっか。あ<ー>あ、ボクシングにお金になるんじゃないどうだろうライジンメインイベント VS ボクシングのランでは。ライジンではボクシングできないけど。例えば、ライジンのまあ、コーメインですよね、これ。うん、コーメインイベント。 バーサスボクシングのなんかランキンググのラキ戦どっちの方がファイトマネージャーもちろんライズンでしょう。となっちゃうわじゃあもうボクシング行かないでも,でもそれはだからたくさんのお金にノーっていう理由がないっていう前提なの、うん、でもその理由があればねボク,シンボクシングの方が楽しいと思ってそっちもやってみたいからまあお金は少ないけどやってみたいからっていうのは全然あり得ると思う、うん、でもそのだからお金 <laughs> ねあ、まあ、もっと、ね給料いいほうがいいじゃん。もっと給料いいほうがいいじゃん。いまあ、でもボクシングで世界チャンピオンになるともっとお金になるじゃん、ライズンより。Yes。世界チャンピオンになると。うん、まあ、そこはもうナスカ天心しか知らない世界ですよね。うん、シンはどう思うボクシングに行くんじゃない<ー>なんか違う、なんかボクシングに行くとも MMA は行かないと思うけど。うん 多分ボクシングの方でしょう個人的に僕たちは MMA に行ってほしい、ね。うん、そう、でも MMA はあんまりないんじゃないうん。あんまりないと思う。うん。うん、から、でもとりあえずこのままでは、このまま続けたくないと思ってます。うん。本人は分かんないけど、勝手に決めてるんですけど。はい。なんか自分では、まあ格闘技が好きなのは分かってますね。那須川天心。はい。やっぱり、 自分のポテンシャルも分かってると思います。はいでもちょっと今まあ、今回の相手は、まあ、強い相手ですごいんですけれどもはいその前はもうなんかし本当になんか テクニックディスプレイのショーじゃん <laughs>、はい。はいはい、うん。だからそういうのにあんまり満足しないタイプだと思うんですよね。はい。だからこれからどんどん強いキックボクサーとマッチメイクするのって言ったら、ノー、しないでしょう。はあ<ー>、うん。だからちょっと飽きてきてると思います、キックボクシングに。うん。もうちょっとチャレンジ、なんかチャレンジしたいと思ってると思いますよ。まあそれは那須川天心が悪いんじゃなくて。 ねえ天心選手がどっちなんだろう天心選手が強すぎ、他のキックボクサーは弱すぎまあ、世界にはいるじゃん、ロッタンも戦って、なんかすごい互角な戦いだったと思うんですけれども、うん、スワキムとの試合もいい試合でしたね。スワキムとの試合も良かったよね、圧倒的に、なんか <laughs> バンバンバンって勝ったわけじゃない,いやですか。 のはい。い,いますよ、はいうん、ナスカル選手と戦える強い選手はいっぱいいます、はい、世界に。ただ、その戦いが実現するのかどうか。うん、で、ワンに行けば、いい試合、多分いっぱいマッチメイクできるんだけど、うん、できないじゃん。うん、まあ、なんかの理由でね。日本人も一人いますし。 あ確かにもうじゃあもうもう飽きてると思いますよキックボックスにお金がよくてもなるほどだからそれその飽きまあ飽きるとね何にもやりたくないもんね飽きちゃうと飽きちゃうそれはもっと大きなお金にノーっていう理由十分あると思いますあるよ絶対ある どうなんだろうこれこれがすごいなんかいい戦いになってまたキックボクシングに好きになるっていうのはあああり得ると思いますよあると思ううんうんそうなんだ僕はないと思うなるほど本当ににもう飽きたものはもう飽きちゃうのかなわかんないわかんないうん、うん、本当に天心選手しか知らないことですよああそ,そうだよねで多分あまりインタビューとか にね言わないことなのでこういうことってまあ言えないんでしょう、うんまあそういう質問も出ないし那須川選手キックボクシングはもう飽きたんですか <laughs> いやなんか最近の相手を思って <laughs> <ー>ねそういうなんかそういういインタビュー見るじゃんよく海外とかだったら、うん、海外はもうストレートに聞くようん だって知りたいもんみんな次どうなるのって、うん、今何考えてるんですかってあみんな知りたいしみんな考えてるんだけど誰もいや誰も聞かないよね、うんうん、あでも聞いてるじゃんボクシングに転向するんですかとかうんうんでもさキックのスポーツキック界をどう思ってますかとか うん、キックファンに那須、うん、川天心はキックボクシングというスポーツをどう思っているのかって聞くと誰も答えられないと思う、うんそうだね僕,う僕たちも答えられない勝手に決めて、うん、なんか様子見て,て、ね、様子見てなんかうわってってなってる感じじゃんでも マックス・ n ロウェイ、どんな UFC チャンピオン、あ,あ MMA についてどう思いますかでみんな世界一のスポーツだと思う。インタビューとかで言うもん,うん、うん、俺は MMA 大好き。ジャスティン・ゲイチは俺戦うの大好きだーって言ーう,う,う,、うん、うん、言うよね、うん。なんかパーソナリティが出るじゃん,、うん。メディアも少ないっていうのもあるし。はい ちょっと気づいたのがまあこれをちょっと言ってからあのこのエピソードを終わりたいと思います <Okay. S 1> あの日本のインタビューって今起きたこと過去のことをよく聞くんですよ、うん、ねえ、うん、あこれが起きましたけどどう、はいう全部過去なのアメリカはもっとあの次のこと 次のことを注目するを注目する質問なのかなって思うのこの人なんか言ってたけどどう思ってか次ののことなそのドラマはねそうアメリカうまいよね、まあ、ドラマはドラマであの今タイトル防衛した次は何ですかっていつも聞くもんランキングにラン,キングに,にいるこの選手があいますけれども戦いたいと思いますかとか。 そう<ー>だから面白いんだけど、うん、ちまあどうなんだろう違う国なのかなうんどうなんだろうわかんないわかんない,わかんないけどファイターが他のファイターを呼び出すのはあんまり見ないじゃんあんまり見ないです、ね、で珍しい行、うんうん、っちゃダメなのかなっていうのはあるんじゃないうん、うんうん、どうなんでしょうまあうん まあ鶏か卵の話ですよ、これもまた。うん、で、一番答えられないのがその質問ですよ、鶏か卵。<laughs> でも結局、みんななんか協力して、ちょっとあ例えば記者会見で質問が変われば、ファンも格闘家をどういうふうに見るかも変わるだろうし、うん、それでマッチアップも違うマッチアップが組まれるかもしれない、でそれが格闘技はもっと盛り上がる結果につながるかもしれない。うん、うんうんうん 格闘技が,盛り上がる、ね、でもライジンが面白いマッチアップするから記者会見で面白い質問が聞ける「鶏卵どっち?」分かんないけど、うん、でもとりあえずまあ僕も格闘ファンなので僕の意見はもう次が知りたいのいつも、うんうん、そう次楽しみにしないとやっぱり盛り上がらないそうそうそうで那須川天心が有名になった理由 大きな理由一つあると思うんですよ、うん、それはいずれタケル選手と戦うかもしれない <laughs>、うん、というのが待ってるからそれはあったねだから那須川天心がどの相手と戦ってもみんなじゃあタケル選手とはとなるの毎回試合のあとそうだったねそれって次のことなの <laughs> だからすごい注目 になるるわけ。その次があると。うん、と思います、僕はあそうだねまあ次がみんな興味持ってるものであればそうだねロッタン戦も、うん、ロッタンの再戦もちょっと噂っていうか、うん、ちょっと騒ぎ盛り上がってたんだけどうん、うん、それも実現しなかったもんねうん、うんうん <laughs> うん まあ分かるよリスクはあるもんなすかは身が負けたらどうするんだっていうのはあるんだけどね、うん、どう、うんでもそういうリスクがあるから人が見たいんですよはい行く時はリスクのあるスポーツなのではい、うん、こどの動画か忘れたんですけどなんかすごいあのなんだろうリスクがあるスポーツなんか スカイダイビングとか、高いビルからなんか掴んで、ああ、落ちないぞっていう動画をみんな見るのはやっぱり落ちる可能性があるから。でしょうん。夏川選手が負ける可能性があるから見たい。で、僕たちも熊んどい選手、なかなか強い選手だから、この試合を見たいで動画作りました。でも、団体としては負けたら困る。 うん、でも一瞬困るんだけど全体的に見るともっといいと思う、うん、もっとキックボクシングが大きくなるなるほどそうだと、うんと思うでも那須川天心とたける選手がキックボクシングから離れるとこれどうなるのって僕今思ってるう<ー>ん <laughs> <laughs> どうするの次がないじゃん そうななの次を見てないから特,に特に無敗で次も引退したら、うん、そしたら本当に次がない、うん、見るしかないんだけど多分そうなるんじゃない今こ,のこのまま進んでいくとキックボクシングはもうスポーツとしてなんかなくなるっていうところまでいっちゃうじゃん「Dynosaurs」恐竜みたいに。<laughs> でも本当にそうなの,、うん、そのだからまあ恐竜の例えが出てきたから, <laughs> からこの火山はいつかドカーンってなるわけ那須、うん、川天心ね60歳でまだキックボクシングやってるや <No. S 1> 当たり前にいつか引退するのいつかあの火山がバーンってなるの、うん、でそれを見ないふりをしてもなるの、うん、でそれを見ているかどうか 誰もわうんいや、yeah. うん、まあ裏でいろいろ理由がたける vs. 天津が実現しなかった理由いろいろ理由天津 vs. ロッタン再戦が実現しなかった理由いろいろあると思うんだけどうんでその理由があのー、ね恐竜 <laughs>、まあ、自分が恐竜だとして火山が土管になってね あーあーもうみんな死ぬんだってなるときにその理由が良かったぜって思えることを <laughs> <laughs> あまあ願ってますね。え本当に残念、うん、正直に言ってだって僕まあファミリータイムが始まった時はキックボクシングしかカバーしてなかったの、うん、キックボクシングにすごい楽しく、はい、まあ興味を持って楽しく見てたから。はい、でもも今はもう本当に興味がない K1、うん、と RIZE とキックボクシング全体的に、うんうん、残念、うん、残念ですよ本当に残念、うん、あそうなんだよね残念だよキックボクシング大好きだったもんね大好きだったよ、うん、大好きだったでも変わんないから本当にそう、うん、そうそうなのああいや変わんないものには可能性がないんですよ で、可能性がないものを見守りたいですかってなると、ね、そういうことです。<laughs> ー<ん>えー、まあ、こんなとこで終わっていいのか、このエピソード。まあ、とりあえず、<laughs> ちょっと希望の光が見えました、クマンドイ選手 vs。 すっげー盛り上がるよいい試合をして、那須川天心が判定で勝ったら、うん、それでもいいの。うん、とりあえずなんか、なんかドラマが必要。なんか刺激が必要ですね。なんか刺激が必要ですね。で、この試合がその刺激になるのかどうか、皆さんはどう思いますかぜひコメント欄に皆さんに意見と感想を入れてください。僕の名前は直人です。しんです。格闘キャストでした、皆さん、最後まで見てくれて、聞いてくれて、どうもありがとうございました。 We'll see you again soon! Bye bye!